原監督、山崎伊織を8回途中、無失点で交代させる。わあ、ここかよ。え、ここで交代なのせめて、8回投げ切ってからでええやんけ。ここで継投したら名勝っぽいしな。戸郷に140球のスパルタ。原監督が投手交代で、ベンチを出た際の山崎。わおで草。完封見たかったな。伊織納得してなくて草。球数やろな、トミー・ジョンやった投手なら過保護でいい。伊織のこういう顔に出るところ、好きいいぞもっとやれ。中5日で神宮ヤクルトに投げさせるんやろ、そしたら中7日で阪神戦投げさせられるからな。